関西のラジオ番組に欠かせない人気アシスタント山本涼子が5日放送の MBS ラジオこんちはこんちゃんお昼ですよ月金正午に出演し闘病から復帰した。山涼の愛称で多数のラジオ番組で活躍。一方子宮頸がんを公表し昨年7月から療養していた。この日約9ヶ月ぶりの出演となりメインパーソナリティ近藤光文と桂紗友からめでたいめでたいと迎えられた。